はい、えっとこれからあのスポーツ腰痛、特にスポーツに起こるヘルニアだとか、あの腰椎の分離症について説明したいと思います。チェックしていきたいと思います。で、このチェックを4つ行うことによって、そのスポーツ腰痛の原因が骨なのか、関節なのか筋肉なのか神経なのか。 あのレントゲンとか MRI を使わなくても分かるようになりますので皆さんぜひ簡単なのでこの4つのチェック方法を覚えてスポーツ腰痛の原因が骨なのか関節なのか筋肉なのか神経なのかしっかりと自分の原因が何なのかを見極めてください。でまず第一のチェック方法がまずは前屈って,言ってお辞儀をさせるだけですこれで腰に痛みがあるか お辞儀をしたときに足にしびれが出るのかを覚えておいてください。これが一つ目です。で、二つ目なんですけども腰に手を当てていただいて腰を後ろに反らしていただいてで、首じゃなく腰を反らすようにしっかりと説明してこれで腰が痛いかどうかをしっかりとチェックしてください。それで三つ目は今度は横に倒します。横に倒して反対側の腰の筋肉は縮めてこちらは伸ばしてます。逆も一緒です。 今度はこちらが伸びてた筋肉を縮まってこちらが縮まってた筋肉が伸びていますこれがチェック方法ですそれで最後に足をあの曲げないようにしていただいて体をひねっていただいてこれで背骨の真ん中に痛みがあるか腰の中央に痛みがあるかどうかをチェックしてくださいそれともサイドにあるかですねこれ逆側もやります 腰の真ん中背骨の上が痛いのかをチェックしてください。いいですねで一旦あちらに置いていただいてでこれから絵を描いて説明していきたいと思います。うん、それでまず 骨と骨との間に椎間板というのがあってここに髄角というのがありますそれでこの骨と骨との間のこの穴のところからこうやって神経が出てるんですけどもこの髄核というのが飛び出してでここに痛みが出るかっていうチェック方法これ スポーツのヘルニアのチェック方法なんですけどもじゃあ,あのどうすればいいんだっていうとこれがさらに飛び出させる動作をすればいいだけなんですじゃあこれはどうやってみればいいんだっていうと先ほどやっていただいたようにお辞儀をしてもらえると骨が前に倒れますので 骨が前に倒れるとここのところに骨の前に圧がかかるのでここが押されてプチャッとこれがさらに外に飛び出しますなのでスポーツヘルニアを見たい時はお辞儀をさせていただいてお辞儀をさせるとこのヘルニアが飛び出して腰の神経に圧迫すると痛みが出て足の方にしびれが出るので 簡単なチェック方法としてはスポーツ腰痛のヘルニアの場合はお辞儀をした時に腰に激痛が出てさらに足にしびれが出るんでそれをチェックしてください。で次に後ろなんですけども後ろ,れ後ろに反らすとこれがお腹側背中側で後ろに反らすと関節がぶつかって痛みが出る場合があります。 ここのの関節の部分ですねで腰を後ろに倒して痛い場合は関節がぶつかって痛い関節性の腰痛だとかあと後ろに腰を反らすとやっぱり筋肉が緊張するので筋肉的な腰痛があるのでそこをちょっと覚えておいてください。それでディスク1で説明したんですけども骨盤足の後ろの筋肉が硬くなっていると 骨盤がこう倒れてくると骨盤が倒れるとその上の腰椎も倒れるのでここがさらにぶつかるようになってしまってぶつかったのが連続していると骨がここが折れてきますよそれが腰椎分離症なんですそれを防ぐためにはディスク1で教えた このももの後ろを伸びるようにしてあげると骨盤が倒れなくなるんで骨盤が倒れなくなればこの腰椎も倒れなくなるんでここがぶつからなくなるんで防げるのでちょっとそこはちょっと覚えておいてくださいそして腰痛の場合筋肉っていうのはお腹側前側後ろ側じゃなくて左右にも筋肉があるので で筋肉の特徴で筋肉っていうのは縮めると痛みが出て伸ばすと楽になるので横に倒して縮まった方が痛ければ横の筋肉に何か原因があるのでそれもチェック方法として覚えてください。で最後のののひひねねっったたななんんですすがが時に腰の真ん中が痛くなりますかというのを確認選手にしてたと思うんですけども。 この絵は私の体で描いた横から描いた絵なんですけども横から描くとこの椎間関節っていうのは一つに見えるんですけど正面から見るとこの椎間関節っていうのは右と左に2つありますその2つの関節を右に例えば右にひねったらこうぶつかりますよね。 ぶつかって痛みが出た場合右にひねってぶつけて痛みが出た場合左にひねると今度ぶつからなくなるんで炎症が消えるっていう関節の腰痛を見たい場合はひねって痛みが出て逆にひねるとそこの痛みが消えるかどうかっていうのをチェックしてください。これが レントゲンとか MRI を使わなくても関節なのか神経なのか筋肉なのかそれを調べる方法になります。そしてこれで痛みの原因が骨なのか関節なのか筋肉なのか神経なのかが原因が分かったらあとはディスク1でやったあの足のストレッチをしたりディスク2でやった体幹の前かがみ 前鏡の場合はそこを押す、押すと前鏡が,が楽になったり後ろに反らして痛い筋肉の腰痛の場合は脇腹を押したりとかする方法を説明してますのでそれを実践してスポーツ腰痛から一日も早く解放されるようにしていただけたら嬉しいと思いますで、今回の説明はこれで終わりになります